海上自衛隊の護衛艦出雲の回収工事は完了したんかな。護衛艦出雲の1回目の回収工事はすでに完了してるみたいだね。軽空母化するって話だったよね。そうだったな。軽空母化して F-35 戦闘機を搭載できるはずだったよな。そうだね。1回目の回収工事は F-35 戦闘機が、離発着できる仕様にするための回収工事だったんだ。現在も、護衛艦出雲の回収工事は行われているみたいだよ。出雲に搭載する F-35B ライトニングの、配備先も宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に決定していて、防衛省は対中国を念頭において、沖縄、フィリピン、ボルネオ島に至る第一列島線の日本側の支配領域の防衛力の強化を図る方針のようなんだ。だから今回は、護衛艦出雲の改修工事の計画や、それに搭載される F-35B ライトニングの性能について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2021年10月3日は海上自衛隊にとって記念すべき日になったんだ。戦後76年ぶりに日本が保有する護衛艦に固定翼機が着発艦したんだよ。海上自衛隊は米海兵隊と協力し、岩国基地所属の F-35B ライトニングの着発艦実験を出雲にて行ったんだ。その実験は無事に成功し、護衛艦出雲が F-35B を運用するための能力が備わっていることを証明したんだ。今後もさらに実用的に運用できるようにするために改修工事は行われていくそうだね。とりあえずの改修工事は F-35B が無事に離着陸するための改修だったということだな。無事に実験が成功してよかったな。F-35B を搭載するためにはどういう改修工事が必要だったの？そうだね。1回目の改修工事の内容は、飛行甲板の耐熱処理や F-35B ライトニングやオスプレイを誘導するための、誘導灯の設置などが行われたみたいだよ。へぇ、耐熱処理まで行わなくてはならないんだね。うん、F-35B を運用しているアメリカ海軍では、F-35B の運用前まではハリアー2という垂直離着陸機を運用してたんだけど、このハリアー2と比較して F-35B の排気熱は、非常に高温になるみたいなんだよね。だから、飛行甲板の耐熱処理には相当気を使ったみたいだね。アメリカ海軍での強襲揚陸艦での F-35B ライトニングの離着陸実験ではわずか3回の離着陸だけで、飛行甲板が熱によって強度が低下して修復が必要になったという話だったな。たった3回で？それじゃあ耐熱処理は絶対に必要だね。出雲でも、F-35B ライトニングとオスプレイの着艦スポットだけは特に耐熱処理に力を入れたみたいだよ。さっきから出てきてるオスプレイって一時期反対運動なんかで話題になったあれだよね。そうそう、オスプレイは運用当時、一部の地域や団体で強い反対運動が起きたことで有名だね。それでも、2020年頃から陸上自衛隊ではオスプレイの調達は始まっていて、2020年5月には岩国基地に初号機がアメリカから輸送されたんだよ。その年の7月には千葉県の木更津駐屯地にも配備が進められて、2021年3月には陸上自衛隊では5機のオスプレイを運用しているんだ。あれだけの反対運動が起きても運用が開始されたんだな。いくら反対されても防衛に必要ならま仕方ないよな。もちろんどのように運用していくか計画された上での調達だからね。このオスプレイは南西諸島防衛、対中国を視野に入れ、2018年に発足した水陸機動団で運用することを目的としていて、長崎県佐世保市の杉浦駐屯地から近い佐賀空港を拡張し運用する予定だったんだけど、ここで地元住民の強い反発で用地買収が思うように進まず、仕方なく木更津駐屯地に配備する形になったんだ。やっぱり地元住民からすれば軍用機が領空を飛び回るのは良い気がしないもんな。相当な反発があったんだろうな。話がオスプレイの話になっちゃったね。護衛艦出雲のその後の改修工事の予定はどうなってるの？話が少し逸れちゃったね。護衛艦出雲の話に戻そうか。出雲は1回目の改修工事に続いて、2025年に実施予定の大規模定期検査のタイミングで2回目の改修工事を行う予定なんだ。2回目の改修工事ではアメリカ海軍の強襲揚陸艦のように、現行の台形から四角形に形状を変化させ飛行甲板の延長を予定してるみたいだよ。この改修工事によって、F-35B ライトニングの運用効率向上と安全性を向上させることができるようなんだ。2回目の改修は船の形状を変えてしまうのか、これは大きな工事になるみたいだな。この2回目の改修工事では当初イギリスの空母、クイーンエリザベスや、諸外国の空母のように、
船首部分にスキージャンプ式の発着管設備を設置する予定だったみたいなんだけど、スキージャンプ式の発着管装置はカタパルト式発着管装置ほど技術的な面で、ハードルが高くなくて運用コストも低くて艦載機の搭載量や航続距離の延長も期待できたんだけど、護衛艦出雲に関しては、設計上、対潜戦闘中核艦であることで、船首部分にバウソナーと呼ばれる対潜探知装置が設置されているんだ。だから、ここにスキージャンプ式発艦装置を設置すれば、船首部分が重量課題になり船体の安定感を損なう可能性があるとして、スキージャンプ式発射装置の採用は見送られたそうなんだ。確かに他の国の空母は船首がスキージャンプ台みたいな形だもんね。出雲はもともと作られる時は軽空母化する予定はなかったってことだよね。しかしこれだけの大規模な改修工事が、予算が大変なんじゃないか。2022年の防衛予算では護衛艦出雲の改修費として67億円が計上されたよ。そのうちの36億円が全天候型着艦誘導装置に計上されたんだ。この全天候型着艦誘導装置とは J-PULSE と呼ばれてアメリカ海軍と、アメリカ軍需製品会社大手のレイセオンテクノロジー社が共同開発したもので、GPS と管制工法を活用した高性能な着艦誘導システムなんだよ。艦と機体の双方で GPS 受信機を使って位置を正確に測り、その情報を無線データ通信で交換しながら正しい進路に乗せるようにするためのシステムだよ。でも結局は正しい進路に乗っているかを教えてくれるシステムだから、そこに機体を乗っていくのはパイロットの腕次第というわけだよな。まあ確かに天候などの条件にも左右されるだろうからね。パイロットの技術は必須だろうね。そして、その他のコストとしてはアメリカ軍からの技術支援と、協力を得るための経費として12億円が計上されてるよ。確か護衛艦の軽空母化は出雲だけじゃなく2番艦の加賀も改修工事予定じゃなかったかな？そうだね。2021年度予算では2番艦加賀の改修費用として203億円が計上されていて、2022年に1回目の改修工事が予定されているようだよ。加賀の改修工事は先行して改修工事を進めている1番艦出雲と、改修内容は少し異なっているそうなんだけど、1回目の改修工事は飛行甲板の耐熱処理と、そのまま船首の台形型から四角形型への変更も同時に行われるみたいなんだよね。やはり、2番艦も同様に軽空母から行われるんだな。ただが飛行甲板の耐熱処理と船首部分の構造変更が、1回目の改修工事で同時に行われるのが出雲の1回目の改修工事とは違うところってことだな。そうだね。改修予定としては、出雲と同様に2段階に分けた改修工事が予定されていて、2021年度から2023年度に1回目の改修工事、2026年度から2027年度に2回目の改修工事が、完了見込みで、1番艦出雲の方が若干改修工事が早く終わる予定だね。なんで、出雲も加賀もわざわざ改修工事を2回に分けるんだろうね。それは、海上自衛隊としても護衛艦の軽空母化は初めての経験になる。アメリカ軍からの技術支援や F-35B を先行して配備している他国の運用実績などを考慮しながら、ノウハウなどを集め、いろいろな面を海上自衛隊の運用に、合うように考慮しながら工事を進めていくためだと思うよ。いくら、F-35B を艦載できると言っても軽空母クラスだからな。あまり多くの機体は艦載できない。どれくらいの機体を艦載するかという点でも考慮しないといけないもんな。そうだね。いくら改修工事を行ったとはいえ、あくまでも軽空母だから、せいぜい艦載できるのは10機程度。10機程度なら航空自衛隊の1飛行隊にも満たない数だもんね。戦力としては少し物足りない気がするんだよね。それと、出雲には対潜哨戒ヘリも艦載する予定なので、実際の F-35B の艦載数はさらに少なくなるだろう。その状況の中で、最も戦力的に効率がいい艦載機の比率を熟考しなくてはならない。そのあたりも他国の運用状況を見ながら、考えていくんじゃないかな。他国のバカでかい空母とは違うもんね。いくらでも艦載すればいいって問題じゃないんだね。今後も中国からの軍事的な圧力が強まっていく一方だろうからな。海洋上での防衛力強化は日本にとって大きな課題だろうから、大きなコストをかけてでもやっていくしかないだろうな。現在は防衛省でも冷戦時代の北方シフトから南西への戦力シフトを進めてる。護衛艦や潜水艦、戦闘機だけじゃなく、新型地対艦ミサイルの開発や配備も進めているんだ。
地上からの敵の進行軍を迎撃できる体制を強化するとともに、これまで地上部隊を配備していなかった南西諸島周辺への守備隊や監視部隊の配備もどんどん進んでるんだよね。大中国を考えると当然といえば当然だな。部隊の配備が抑止力的効果も大きいだろうからな。本当は何も起こらないのが一番なんだろうけど、日本の防衛力が遅れを取れば中国が一気に日本の領海を奪ってきそうだもんね。そうだろうね。今は日本のバックにはアメリカの影が見え隠れしていて、軍事的な戦力も、数でこそ中国には劣っているけど、日本の防衛戦力は他国から見ても侮れないものがあるからね。中国も圧力はかけてはきているけど、もう一歩は踏み出せない状況だろうね。しかし、日本やアメリカの軍事力が中国に劣るということになれば、軍事侵攻してくることは明白だね。だからこそ、多大なコストをかけてでも、防衛力強化は進めていかなければいけないんだ。日本の国土と国民を守るためには必要なことだからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。